白鳥倉吉から1942年3月30日は日本の歴史学者。東京帝国大学教授、東洋文庫理事長を歴任した。専門は東洋史、文学博士、和佐国ながら軍長谷村出身、父の名若一郎、本名は倉吉、山大国北九州説の提唱者として有名。死に、中道よ、弟子に、 津田総吉など、外交官、政治家の白鳥俊夫は追い、千葉中学、一高東京大学文科大学史学科卒業。東大在学中は、ルートビヒリースに指示。その後、学習院教授、東京帝国大学文科大学史学科教授を、歴任。さらに東宮語学問御用係として、東宮時代の昭和天皇の教育にも携わる。1900年。 文学博士。1919年、帝国学士院会員。二度、合して、資料の収集と研究発表を行った。日本や朝鮮に始まり、アジア全土の歴史、民族、神話、伝説、言語、宗教、考古学など広範な分野の研究を行う。1910年に、山和城卑弥呼を表し、山大国北九州説を主張。時を、 同じくして、同時期の著名な東洋学者で、東の白鳥倉吉、西の内藤コナン、実証学派の内藤コナン、文献学派の白鳥倉吉と並び称せられた、京都帝国大学の内藤コナン教授が、秘密国語を表し、機内説を主張。後に東大派と京大派に分かれ激しい論争を、戦わせることとなる。1907年、東洋協会学術調査部を設立し、 東洋学法の創刊、万千地理歴史研究報告の刊行、1924年の東洋文庫の設立などに尽力した。ありがとうございます。